ゃあこんにちは。はいはい、はい、来ました。松井高さんの3年戦を振り返るというね。はい、はい、爆発と、え、増えたよって。何が増えたんでしょう。全然感情が入らない感じです。え、増えたよって、うん、え、増えちゃったのみたいな、うん、そんな感じで。何がでしょう、ね、何が増えたの、うん、ね、本当にどうなるのって。もう本当に接戦続きでね、まあ、どうなるのかわからないということで、うん、こういう展開のシーズンもなかなかないですね。なかなかない、はい、ね、ということで、はい、早速見ていきましょうか、はい、まずセ・リーグからね。はい、はい、こうなってます。はい、はい、赤印、はい、ね、赤いチームが勝ち越しで、はい、ジャイアンツ2勝1敗、はい、で、阪神とヤクルトは、まあ、2戦だったんだよね、うん、初めからね。なので1勝1敗ずつということで、はい、あと広島が2勝1敗で勝ち越しました。そうだね、はい、はい、ということで、まあ、巨人と DeNA から、ね、うん、菅野、山崎より井上先発がね、はい、で、DeNA の方が今永、浜口、ロメロ、うん、ね、まあ、1戦目は大勢が初めてプロ入り、初めて買いまたぎをして、はい、で、佐野にホームランをね打たれて、うん、まあ、負けるという、はい、あの大勢がやられたというね。なんかおって思いますね。いや、おと思うよね、うん、で、2試合目が、まあ、巨人が久しぶりに猛打爆発ということで、爆発しまくりですね。しまくりで、まあ、DeNA の方はやっぱりリスクを取れないんだよね、うん、だから変えてもよかったんだけど、ピッチャーを、うん、だけどやっぱこう負けゲームになる時にやっぱ勝ちゲームの投手をつぎ込むことっていうのはなかなかできなくて、うん、はい、まあ、ボカスがやられたんだけども、はい、まあ、その中でウォーカーとかポランコが20本のホームランを打つという両外国人がね、はい、そうですね、これは非常に珍しいことで、うん、来日1年目でね、うん、その試合で山崎伊織のなんかすごく成長を感じたというね、うん、まあ、そういう試合だった。で、3戦目は、はい、まあ、巨人らしい野球が戻るという、うん、まあ、4点差をリードされてて、はい、まあ、大城のスリーラン、中田翔のスリーランで逆転をして、うん、まあ、逃げ切るというね、はい、まあ、そういう試合だったんだけども、うん、巨人がやっとなんかホームランで勝ちゲームを作れるようになってきたということ。山崎、まあ、菅野もそうだけども非常に安定してきてるということね、うん、で、中継ぎ陣もそれに伴って、まあ、そこそこ良くなってきてるという、うん、まあ、そんな感じがした3連戦だったんだけど、はい、まあ、一方 DeNA の方は、はい、まあ、今永が好投したんだけども浜口がやられたね、うん、なんか自分が足滑らしてなんか暴行を取られてからそこからちょっとガタガタっときて、うん、持ちこたえられなかったというね。今永浜口っていう、また浜口もすごく安定してたんだけど今まではね、なかなか勝ちゲームに結びつけなくなったという。で、3戦目ロメロが投げたんだけどもさ、はい、やっぱスリーランとかやっぱ不用意に高め、うん、に投げてるというね、まあ、そういうところも目についたし、ただ3戦目に同点に追いつくチャンスがあったんだよね、はい、まあ、伊藤がライト前を打って、うん、で、ダイソー神里で代打に楠本、うん、これ遅らして得点圏に生かしといて、まあ、タイムリーを狙うかなと思ったら強行に出てるんだよね。じゃあ強行に出てるんだったら大勢っていうのはクイックがさほど上手くないのよ、はい、で、楠本が倒れた後の初球に神里が走ってるわけね。いや、それだったらもう負けれないわけだから、最初に走らせて楠本に打たすとかさ、まあ、そういうギャンブル的な要素もこれから含まれてこないと、ちょっと安全にいってるとちょっと勝ち目はなくなってくるかなっていうね。それと3戦目に勝ち試合に、まあ、登板する投手をこう使ったんだけども、はい、そこが負けになってしまった。やっぱ疲れだけが残ってしまったというね。だから非常に DeNA はやっぱこう日程と相談しながら、また疲れとも相談しながら今後戦っていくのは非常に難しいと思うわ。もともとスケジュールがとてもハイドなのでね、だから 9連戦の後に1日空いて10連戦だからさ、うん、だからここら辺、まあ、今日上茶谷が投げるんだよね、うん、戻ってきて初めて先発するんだけども、まあ、そこら辺で、まあ、勝ちを作れると1枚増えるということだから先発ピッチャーが、まあ、少しは楽になると思うけどもね、はい、まあ、そういう3連戦でした。
はい、阪神対ヤクルト、はい、ね、青柳、伊藤、石川、高梨、1試合目、ね、村上は52号のホームラン、はい、ね、すごいですね、これは落合さんとかと並んだのかな、うんうん、で11回に塩見の2点タイムリーというね、詰まりながら執念で持っていった、はい、ね、で田口が、セーブをしたという、はい、そうで田口も状態は悪かったんだけどもさ、うん、でもさ、この1戦目にセーブがついて、うん、まあ、ちょっと流れが田口の流れが変わってくるかなというね、うん、まあ、そんな感じがした1戦目、はい、で2戦目、うん、伊藤が甲子園で6完投、甲子園で負けなし、うん、で9勝目という、でその中で近本が打ち、木浪、梅野、まあ、ピッチャーの伊藤なんだけどもさ、はい、まあ、下位打線が、タイムリーを打つとかね、うんうん、まあ、活躍する、で村上もその試合は抑えたという、うん、まあ、なんといっても伊藤の好投に尽きるね、これはね、うん、で守りも良かったしさ、はい、だからそういう意味では1勝1敗分けたけども、阪神のピッチャーはやっぱいいな、うん、もう惚れ惚れするね、うん、惚れ惚れする、はい、あ、青柳も粘れるようになったし、うん、まあ、伊藤も、ね、甲子園で負けなしということで、うん、ただヤクルトの勢いが、まあ、延長では勝ったんだけども、はい、なんて言うんだろうな、まあ、村上が抑えられるとやっぱちょっと苦しいね、うん、今現状他がねそんなに当たってないんだよね、うん、だからそういう意味ではヤクルトが、まあ、5割でいけば優勝だけどね、うんうん、だから5割を死守できるかどうかっていう、うんうん、で阪神も勝てるチャンスがあったんだよね、1戦目もね、うん、まあ、だけど負けたということで、はい、まあ、なんかねこう突き抜けて勢いが出てこないっていうね、うん、まあ、そんな感じの2連戦でした、はい、はい、中日対広島、柳、松葉、上田で栗、森、森下、はい、ね、まあ、1戦目は秋山のスリーラン、うん、栗が7回2失点と、ね、で柳がゲームを作れなかった、柳が今年あんま良くないんだよね、うん、ただその秋山が打つとかね、はい、うん、1戦目はね、うん、で2戦目は、まあ、西川、あ、坂倉、はい、あとか、はい、で点を取り、まあ、森がプロ初勝利という、はい、で5連勝を飾ったというね、はい、試合なんだけど、やっぱり広島のあの左バッターっていうのはすごく機能してるね今、うん、まあ、秋山であり西川であり坂倉であり、はい、だから非常になんかこう5連勝という、まあ、勢いを持ってるという、はい、ただ3戦目、上田が7戦目にして初勝利、はい、プロ初勝利、そうでした ね、はい、で土田が追い込まれるまでフルスイングしてて、うん、追い込まれた途端にスクイズを決めて、うん、立浪監督曰く前に飛びそうじゃなかったということで急遽、はい、でその試合で高橋周平があの復帰を果たすんだけどもさ、はい、ちょっとバッティングフォームが変わってんだよね、なんかそのようですね、なんか猫背になってさ、ちょっとバッティングが小さくなってんだよね、それはどういう狙いなんでしょう、まあ、あの井端に聞いたんだけど、うん、ファームではそういうフォームからこうひねりをぐーっと入れてなんか打ってたんだ、うん、だから打球の飛びも良かったんだけども、やっぱ上に来るとさ、やっぱ球の質が1ランク上になるから、うん、それに対応するっていうことはやっぱちょっとバッティングを小さくコンパクトにしようとしてちょっと失敗したような気がするんだよね、うん、だから中日もギリギリさ A クラスまで残ってるから、はい、だから周平が帰ってきたっていうのは周平が爆発すると分かんないからね、うん、だから周平にあのかかる期待っていうのは大きいと思う、ただ広島もなんか5連勝ってね言ってたんだけど、うん、この負け方がさ、うん、まあ、例えばさあの9回にね、はい、2アウトからランナー出んのね、うん、1塁に、はい、で坂倉が1塁2塁抜くんだよ、うん、で一塁ランナーの西川がセカンドに止まるんだよね、はい、で長打警戒で外野後ろだからさ、はい、サードまで行ってなきゃいけないんだよ、で1、3塁を作って曽根っていうのが一塁ランナーに、まあ、1、2塁から出たんだけど、はい、これが1、3塁だったら盗塁をして1打同点っていう場面も作れるのに、うん、なんか西川がセカンド止まっちゃった分だけ、うん、なんか負けててもいやなんかこんな野球やんのかなっていうようなところがちょっと見えちゃったから広島が、うん、だからそこら辺先の塁を点があっても2点差で自重したんだとは思うけども、うん、
完全に行ける打球だったから行ける時にはちゃんと行かないと、うん、ね、じゃないと接戦を勝利することは難しいっていうことだよね。これからもそういうところが結果に結びついてくると厳しいっていうことですよね。そう、逆にそういうことをやってると、うん、チャンスが大きく広がってきて、まあ、同点になったりだとか逆転につながるケースもあるから、うん、そういうところをしっかりやってほしいなと思うよね。はい、だからまあ DeNA の盗塁もそうだったけども、やっぱ走塁っていうのがこの2チームっていうのはちょっと疑問に思うところがあったという、うん、はい、ということで、はい、強みが出てきたチーム、勢いを継続できないチーム、はい、勢いが出てきたっていうのは強み、強みが出てきた、やっぱね、ホームランバッター20本ホームランを打てる、まあ中田翔があと1本で20本かな、はい、5人いるんだよ20本打ってるバッターが。それでホームランで勝てるようになったっていうのは自分たちの最大の強みがやっぱゲームに出始めてきたという、うん、だからこれからのジャイアンツっていうのはちょっと勢いが出てくるかのが出てくるかなっていうふうにちょっと思うのと、うん、やっぱ DeNA も悪くはないんだけど、うん、普通なんだけどチーム状態って、うん、あまりにも火をつけたよね、うん、だから逆に言えば怖くなっちゃったという、うん、ジャイアンツこれ7試合残ってるから、あと6試合か、はい、あと6試合残ってるからね、うん、DeNA は、うん、だから非常にちょっと嫌なこの3連戦を戦っちゃったかなっていうような感じ、うん、で広島は5連勝してたのに負け方が悪かったというね、うん、まあそういう3連戦でした。はい、はい、続いてパリーグです。はい、はい、パリーグはこうなってます。はい、ね、ちょっとスケジュールが変則的で、うん、カードは2試合ずつだったんですよね。西武とロッテは1勝1敗、はい、日本ハムオリックスは日本ハムが 2連勝ということで勝ち越しました。はい、で、ソフトバンクと楽天は楽天が2勝1敗で勝ち越しということでした。そうだね、はい、で、一応ね、その後の試合が西武とオリックス、うん、ロッテと日本ハムが昨日行われたんだけどもね、はい、一応結果だけ、まあ、結果だけはこうお知らせしとくと、うん、オリックス、ロッテが勝ちました、はい、ということで、まあそういうことなんだよね。はい、また、はい、はい、またちょっと後でね、試合内容は少し説明するけども、はい、軽くね、まずは西武とロッテ、うん、ね、高橋コーナー、隅田だ、はい、高橋コーナーと隅田、はい、で石川と佐藤の先発は、まあ、1戦目は高橋コーナーと石川、うん、ね、森山川、ウーネンティン、うん、この3連発で勝つんだけど、はい、やっぱ迫力あったね、あの3連発は、うん、ね、で高橋コーナーがやっぱりエースらしい粘りを見せ、うん、まあ、平が戻ってきたという、はい、でロッテ打線はちょっとやっぱつながりに欠けたかな、うん、うん、という、まあ、1戦目だったんだよね、はい、だから西武が勝利、うん、で2戦目は山口が、10号のスリーランで先制をし、はい、まあ、井上もホームランを打つという、うん、で荻野が、まあ、先試合出場というね、はい、ことを決めたんだけども、ロッテは外国人抜きで戦ってんだよね。うん、でも山口のスリーラン、井上のホームランとかさ、やっぱホームランの力っていうのはでかいなという改めて感じるような試合だったね。まあ、初戦がやっぱクリーンアップ3連発、はい、あ、そういうのでも森、山川、ウーネンティンが3連発というね。で2戦目は山口、井上っていうね、うん、のがホームランを打って、まあ、勝敗を決めたんだけどもね、はい、だけどそのやっぱホームランの威力、まあ、両チームともホームランバッターが多くて、うん、まあ、ロッテは外国人抜きだけども、やっぱホームランがホームランを打つとやっぱチームはすごく楽になるなっていうふうに思ったよね。はい、はいはい、で、はい、続いて日本ハム対オリックスで、噂は上原、はい、で山岡武康、うん、でまあ連勝するわけだけど、どのさ、はい、万波八千代がタイムリー打つとか、はい、まあ、5回には松本清宮のタイムリー、はい、で一挙4点を挙げて、うん、で噂が7勝目を挙げるという、うん、で噂はやっぱオリックスに強いんだよね、うん、負けてないんだよ、だから天敵、はい、それとオリックスの山岡がここ最近勝ててないね、うん、これが非常に痛い、うんうん、だから山岡がやっぱこう先発で勝ち星を
取れるようになってくると、まあオリックスのあの投手陣っていうのはさ、うん、すごいよ、やっぱり球に力がある、まあ、だけどやっぱこう足元救われるんだね。うん、で2試合目はあの木村、はい、西武から移籍してきたね、はい、まあ、昨年かな今年かな昨年か、はい、移籍したのをもう必死でやってるよ、うんうん、で近藤がタイムリー打つとかさ、うんうん、でオリックスも終盤ねノーアウト満塁っていうのがあったんだよ、はい、まあ、ノーアウト1・2塁から吉田正尚がライトオーバー打つんだよね、はい、で万波が取るかこするんだよ、うん、そしたらセカンドランナーが、まあ、タッチアップに戻るんだよね、はい、それで頭抜けてんのに、うん、ホームに帰れなかったんだよ、うん、で福田がねランナーだったんだけど、はい、それで満塁になった、はい、でもまあノーアウト1・2塁は外野フライはタッチアップが優先なんだよね、うんうん、まずはタッチアップをしなさい、うんうん、タッチアップを優先にしなさいって。でも完全に万波の、演技に騙された格好になったんだよね、はい、で満塁になった、はい、そしたら三振三振ライトフライ、うん、点にならないんだよ、うんうん、1点差だっただけに外野フライだったら同点になってこのその試合分からなかったんだけどもさ、はい、あの万波のあのファインプレーだよねあれはね、うんうん、あの演技に引っ掛けたという、はい、だけどここら辺がやっぱこうオリックスの多少プレッシャーがかかってるところかなっていう、うん、で特にまあ例えば西武とかソフトバンクみたいに上位のチームだったら、うん、もう開き直れるんだけど、はい、やっぱ日本ハムは確実に勝ちに行きたいわけよね。そういうプレッシャーが多少オリックスのにはかかったかなっていうようなね、まあそんな感じがしたよね。かえって硬さになってしまったというか、そう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 、まあそういう2連戦だったけどもね、はい、はい、でソフトバンク楽天、はい、ね、和田石川レイ、うん、滝中、唐島、涌井というね、はい、で1戦目はデスパイネとか柳田、三森がタイムリー、うん、まあデスパイネは内野ゴロの間なんだけどもさ、はい、でベテラン和田が5回2失点、うん、で楽天を全体的に4安打に抑えるというね、非常に和田が頑張ったという、まあさすがベテランだなというね、うん、こういうプレッシャーがかかった試合にきっちり試合を作って、ね、主力が打つと、あ楽天あのソフトバンクいい感じかなと思ったら、あ2試合目は唐島が好投すると、うん、その中で浅村太田というのがね、まあ、タイムリーを打つという、うん、で唐島っていうのはもともとソフトバンクに、ソフトバンクっていうのは唐島みたいに南東派に弱いね、うん、ちょっと抜いたりちょっとピッと力を入れたり、はい、落としたりだとか、うん、そういう左ピッチャー特に、うんうん、そういう左ピッチャーを苦手としてるよね、うん、だから、まあ、ヒットを打つけど点にはならないという、うん、で3戦目、はい、で涌井が久しぶりに先発、そうでしたね、うん、はい、で涌井が好投、最初ツーランで先制されるんだけど、はい、柳田のね、うん、若いピッチャー だったらあのままガタガタってきそうなんだけど、うん、やっぱさすがやっぱ経験者だよね、うん、緊張感はあんまりなかったですと、うん、自分のピッチングをすることだけ心がけたと、うん、まあ、その通りのピッチングだよね、うん、で6回86球、はい、3安打2失点、うん、そのホームランだけに抑えて、まあ、勝つという、はい、ただ楽天で面白いデータがあるのがさ、うん、則本、岸、田中マー君、はい、これが負けが先行してんだよね、はい、で勝ちが先行してるのは先発ピッチャーで、うん、唐島と涌井だけなんだよ、うん、涌井が4勝1敗かな、はい、唐島が5勝3敗ぐらい、はい、負けが先行してるんだよ、うん、だけど則本、岸、田中真君が、うん、あと3試合ずつぐらい投げると思うんだけど、うん、これを負けを勝ち先行にしたりだとかイーブンにしたとしたら楽天は面白いよね非常に、はい、うん、だから面白い、あれになってくるかなという戦いに、はい、戦いに、はい、で優勝へのプレッシャーの影響かというのは、というのはね、ライオンズも、うん、ソフトバンクも、うん、やっぱちょっとプレッシャーがあるな、というのはバッティングが、うん、でクリーンアップが全く打ててないということ、うん、でソフトバンクも打つけどもタイムリーが出ないということ、うん、
で特に山川が9月に入ってホームラン1本、うん、その1本しか打ってないんだよ。そうですよね、うん、だからやっぱり山川頑張ると、うん、山川が打たないと活気づかないし、うん、点にならないよっていうチームの雰囲気にすごく影響しますよね。そうそう、山川選手、うん、だからここまでさ、やっぱホームラン王、打点王、今ね頑張ってきてるわけだから、はい、もうちょっとだからもう頑張るよみたいな、でソフトバンクの方はプレッシャーもあるだろうけども、コロナの影響で、うん、離脱した人間が戻ってきてんだよね、はい、それがやっぱこうベストじゃないね、まだ。だから流れが非常に悪い、はい、うん、でオリックスも、まあ、先ほど話したように下位とやるときにね、うん、多少プレッシャーがかかってるかなという、うん、そんな感じがする。はい、だからプレッシャーとの戦いだね、これからはね。なるほど、うん、で、さっき見せた、はい、これなんだけども、はい、で、西武オリックスカードが変わって、はい、はい、で、オリックスのムクノキ、そう降板したんだよね、緊急降板。そうでしたね。で、緊急登板した宇田川が初勝利というプロ入り、うん、ね、いいピッチャーだわ。まっすぐ155キロぐらい投げてフォークはあるし三振が取れると、うん、2回ちょっと投げて5つの三振取ってるからね、うん、だからまあちょっと面食らったと思うけども、はい、まあ、その中で中川が2本のホームラン、うん、で西武はやっぱ打てないというね、うん、がちょっとバッティングの状態が非常に悪いなっていうような、うん、まあ、そんな感じがしたよね。オリックスはね、日本ハムに2連敗した後の一勝というのはまた、いやこれはでかいよ、大きいですよね、うん、相手西武ですし、ね、そうそう、目の上にいるチームだけにね、うん、でロッテと日本ハム、はい、まあロッテが勝ったという、うん、まあ、この中で松川がね、はい、非常にバッティングで見せたという、うん、いつもキャッチャーで褒められてるんだけど、はい、今日はバッティングで褒めてあげますね。はい、非常にいいバッティングを流し、うん、引っ張り、うん、ね、非常にいい活躍をしたなと、まあ、それで美馬がなんていうのかな、高騰すると、はい、で復帰してから、防御率が0点台というね、うん、すごくいいですよね。そうで日本ハムのメネズ、はい、これノーヒットで変わったんだよね、5回。まあ今まではリリーフやってたから、はい、そんなにスタミナなかったと思うんだけども、はい、でも非常にこれから楽しみな、うん、まあ終わっちゃうけどねシーズンね、うん、終わっちゃうけども、はい、非常にいい好投を見せてくれたという、うん、ね、そういう試合でした、はい、ね、で、順位表、はい、どうなりましたでしょうか。楽しみやろ、はいはい、順位は入れ替わりはないですが、両リーグとも入れ替え全くなし、はい、多少のゲーム差が変わってきました。そうだね、はい、で広島が5連勝して、まあ、昨日負けたけども、まあ、ちょっと肉薄してきたよね、はい、うん、DeNA 少し以来 7.5 ですね。まあそうだね、はい、で巨人も広島とこう上位を伺っていると、うん、だから2位まで非常にこう厳しい戦い、はい、が繰り広げられているという、うん、5.5 ゲーム差、はい、ね、だからこれがまあさらに激化と、うん、ね、はい、まあ、中日も残ってるけど ね、 そうですよね、ギリギリね、はい、うん、だからまあこういう風になりました、はい、でパ・リーグの方、うん、もう大変です。そこ変わらないです、ゲーム差ない、うん、ただね楽天が詰めてきた、だから楽天まで優勝争いか、はい、もうこの4チームだよ、うん、2.5 ゲーム差、これはだからソフトバンクに勝って1ゲーム縮めたみたいに上位との戦いがたくさん残ってるんだよ、はい、だからここら辺を制していくと、うん、一気に上に来るっていう可能性もあるしね、こう 10チームよりも下位のチームを落とさないようにっていうモチベーションよりは、うん、上のチームをなんとか落とすぞっていう気持ちで戦う方がモチベーションとしては上がるよな、いいですよね、っていうところでも楽天はちょっと有利というかいい流れっていう感じでしょうか。まあそうだね、うん、でまあこっからさ上に上がるっていうのはさなんか後ろのものないっていうかさ、うん、ここの3チームは守り続けてきた、ね、ここがあるから、うん、でこれからもその目守らなきゃいけないっていう精神は大変ですよね、うん、大変だよ、うん、だからまあさっき3連戦のところで言ったけど見えプレッシャーが相当かかってくるよね、これからね、うんうん、だからプレッシャーに勝って打ち勝って、ね、打てるチームがやっぱり優勝するという、
このゲーム差のない3チームっていう状況が長く続くと疲れちゃう、疲れますね、それだけで疲れちゃう、本当 に, 本当に、まあ、だけど何かをきっかけに、うん、動き抜けるとね、うん、やっぱもう走り出すよね、うんうん、だからそれがどのチームになるか、まあ本当に目が離せない、はいね、これからまた大変です。まあこれからね、日程がコロ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 変わってくるから、まあ、2連戦やってもうすぐ次のチームとやるとか、4連戦があったりとか、あの4連戦の中にみんな同じチームと4連戦やるとか出てくるんで、またこの動画もいろいろ工夫して、まあ、お伝えしていきたいと思います。どんなタイミングで撮るのがベストなのか分からなくなってきたんだよ、まあ、後半気になる試合ごとに撮らなきゃいけないかもしれないですね。まあそうだな、うん、本当にね、うん、もうここはパ・リーグは天王山ばっかりだから多分、うん、いや本当に本当に半分チームが1位みたいな感じですから ね、だからもうここはもうヤクルトほっとくもうこの下の4チームね、まあ、中日も含めてかな、はい、まあ、5チームか、うん、まあ、そういう風になるかなというふうに。 A クラスは誰がいるんだろうというようなこともありますし、ね、まあそうだね、だからまあ DeNA ね、日程が苦しいけども、うん、頑張る、はい、ね、はい。